46戦目、ツインタニア。アトミックレイ。吹雪。マインドブラスト。かまいたち。といった強力な全体攻撃を使用してくる。魔法にはメガフレア。魔法以外にはタイダルウェーブ。で反撃してくる。6ターン目にはギガフレアのためにパワーアップ。別のモンスターに入れ替わる。そしてギガフレア。強い。絶対に強い。クルルとファリスは素早さの高いシーフにすることで敵が攻撃してくる前に隠れることができます。1ターン目の敵の攻撃でレナが生き残れば OK です。生き残ったレナも隠れます。1ターン目の敵の攻撃は戦うアトミックレイ、吹雪のいずれかです。このうち戦うに対してはラクタロウのカバウ、アトミックレイにはリフレクトリングがあるため死にません。1ターン目にレナが死ぬパターンは吹雪を使われ、なおかつイージスの盾が発動しなかった場合のみとなります。4回目の効果がなかったが表示されたら、全員現れます。ギガフレアのためにパワーアップと表示されるまで待機します。敵が変身したことを確認できたら、クルルとファリスで盗みを働きます。巨人の斧をゲット、レアじゃないので簡単に盗めます。レナは調合、デスポーションで敵を即死させます。もはや説明不要かと思いますが、ツインタニアは変身すると耐性がガバガバになり、即死すら効くようになります。ムラサメを手に入れておきます。テイク2は25回でした。